はい、皆さんこんにちは、今回はですね、こちら前に紹介しました中道の CR70 です。このオープニング映像を撮影している翌日にこの CR70 をオーナー様のもとへ、ご返送するという予定になっております。なかなか大掛かりな作業を終えて、ようやくですねオーナー様のもとへ、無事にお返しできるかなと、そういったところです。ということで今回の動画なんですが、この CR70 の、作業を終えて、オーナー様とお電話していた時にですね、こちらこのテープ TDK の D ですね、初代 D です、1972年の、このテープを、CR70 で楽々オートキャリブレーションできてしまうのであれば、CR70 の紹介動画でもちょっと実演しましたけども、楽々、オートキャリブレーションできてしまいました。ならばこれはオートキャリブレーションできるのかというふうにちょっと疑問をいただきましたので、ならばちょっと最終チェックも兼ねて検証してみようかなということで、ここにパソコンがありますけども、ちょっと検証してみました。はい、そんなわけで、デュアード以外にもちょっとテープが登場します。いわゆる癖の強いテープでもこの CR70 オートキャリブレーションで対応できるのか、そういった検証をちょっと、今回紹介したいと思います。では早速、検証の様子を撮影した映像をお送りします。どうぞ。まずは以前 CR70 の紹介動画でも実演しました TDK の初代 D です。改めてオートキャリブレーションを行って周波数特性を見てみましょう。はい、相変わらず素早いオートキャリブレーションです。ではホワイトノイズを自己録裁してアナライザーで見てみます。ご覧の通り1972年のテープなのに 20kHz までフラットと尋常じゃない特性を叩き出してきます。さすがにこれには自分も驚きました。それくらいかなり高精度な調整ができてしまうんです。ならばこれらのテープではどうでしょうか。特に癖の強いテープを4本用意しました。1本目はソニーのハイグレードメタルテープ、メタル ES です。次世代が2層塗布のメタルテープで最大残留利息密度3600ガウスを誇ります。かなりバイアスを深くしないとすぐに歪んでしまうというやや癖のあるメタルテープです。さあ、中道のデッキとの相性はかなり悪そうに見えますが、調整は無事に完了しました。では特性を見てみます。とりあえず調整はできましたが、中音域から中高音域がへこんでいる少しドンシャリな特性になりました。やはり中道のデッキは TDK のテープに合わせて設計されていますから、どうしてもこうなってしまうようです。2本目はフェリクロームのデュアドです。タイプ3のフェリクロームテープは一応ノーマルポジションでも使えるとなっていますが、 CR70 ではどうでしょうか。フェリクロームに対応していませんのでノーマルポジションで使います。なんととりあえず調整はできてしまったようです。果たして特性はどうなったかというと、ご覧のように思いっきりドンシャリな特性になってしまいました。 2kHz 付近で最大 5dB ほど減衰しています。先ほどのメタル ES よりも顕著ですね。実際にどんな音で録音されたかはこの検証結果の紹介の後にまとめて紹介いたします。ちなみに CR70 の変態機能であるマニュアルテープセレクターモードにして
ハイポジションで調整をしようとしてもエラーとなってしまいます。これはフェリクロームテープで必要とするバイアスの電流量がノーマルテープとほぼ同じだからです。ハイポジションですとバイアスが過剰になってしまうので正常にテストトーンを録音できないためにエラーとなってしまいます。3本目は電音のフェリクロームテープ DX5 です。デュアドと同じようにノーマルポジションでオートキャリブレーションを行います。はい、こちらも調整は無事にできました。ただ1回ではうまく調整できず、もう一度行ってようやく左右のばらつきのない綺麗な特性が出てきました。特性を見ますとデュアドよりはドンシャリの傾向が小さいようです。 1.5kHz 付近で最大 3dB の減衰です。4本目は癖の強いテープの代表格とも言ってよいナショナルのオングロームです。ノーマルポジションのオングロームですね。これをうまく調整できたら大したものだと思います。はい、今聞いていただいたようにすごい余音がしました。これにはちょっと自分もびっくりしたんですが、おそらくこれはテープの表面がツルツルになりすぎているためにテープが鳴いたと思われます。まあ、定着テープの弱点ですね。まあ、この時点でもうあまり使わない方が良い気がしてきますが、まあ検証ですから一度しっかりヘッドを掃除した上で再トライです。はい、今度はうまくいきました。ではどのように調整されたのか確認してみます。意外にもなかなか良い感じになりました。少し中高音域から高音域が強調される特性になりますが、今まで見てきたオングロームの特性の中では最も良い気がします。これは 15kHz で調整をとっていることが効いていると思います。もし 10kHz で調整をとってもまあいけるかもしれませんが、少なくとも 10kHz 以上の、まあ、いわゆる超高音域ですね、超高音域の減衰がおそらく大きくなってくると思います。以上、癖のあるカセットテープ4本で CR70 のオートキャリブレーションと戦わせてみたわけですが、全然エラーになることもなく調整ができました。調整範囲が相当広いと思われます。まあ、ただ調整できてもテープの癖は少し残ってしまっている形となりますので、まあ、これは実際どんな音で録音されるのか、この後聞いていただきたいと思います。ではメドレー方式で各テープに録音された音をお送りします。ではどうぞ。
おまけです。 CR70 は録音中にも再生ヘッドのアジマスを動かせます。まあ、本来動かす必要性は全くありませんが、せっかくですからこれを応用してアジマスがずれた時にどのように広域特性が悪化するかを可視化してみました。ホワイトノイズを録音しながらアジマスを動かすと、このように特性が面白い挙動を示します。 LC フィルターのような共振周波数がどんどん低い方向に落ちていきます。つまみをいっぱいに回すと 8kHz 付近まで共振点が落ちていって、フラットな特性に至っては 3kHz までしか維持ができません。そしてスペクトルの上に映っているリサージを見ると、位相が90度以上になると広域が落ち始めます。ですからアジマスの誤差は最低でも90度以内、できれば45度以内に収まるのが理想だと思います。